万博の象徴、大屋根の下ですが、こちらの柱すべて日本伝統の広報を使って組み立てられています。今日報道陣に公開された再来年の大阪関西万博の目玉、大屋根の工事の様子。大屋根は直径600メートル余り、1周2キロとなる予定で、完成すれば世界最大級の木造建築となります。 また組み立てには清水寺などでも使用されている柱と柱の間に水平に梁を貫通させる抜き工法という伝統的な技法が取られていますしかしこの大屋根をめぐって議論が巻き起こっています 博覧会協会などによりますと大屋根の建設費用の想定はおよそ344億円ただもともと万博の誘致段階では大屋根を建設する計画はなく2020年に会場のプロデューサーの意向で加えられたといいます資材費や人件費の高騰でそもそも会場全体の建設費が2350億円になる見通しとなっている今果たして大屋根は必要だったのか 今月国会でも野党が追及するなど、厳しいい指摘が起きています。海の部分3割、パカッと削って、100億円安くしますというぐらいの分かりやすいコストカットということを検討してみてもいいんじゃないかと思いますけども、会場コンセプトであるつながりを体現していることから、リングとしての形状は維持をしていきたいと思ってございます。こうした声に協会側は。 コロナによって個人個人が分断され、国と国とが分断されで、そういう対立にも向かいかねない、そういう中でやっぱりみんなをつなげるんだと、心を一つにしてつなげていこうじゃないかと、万博の会場において、不可欠の象徴的なものであるというふうに思っています大屋根は高さ12メートルで、万博の開催時には屋根の上を自由に行き来できる設計になっていて、 雨風や日差しを避ける目的もあるといいます今日の時点で大屋根リング全体では3割程度工事が済んでいてリングの完成は来年秋ごろの予定ですコスト増加にシビアな目が向けられる今国民の理解は得られるのでしょうか